はい、じゃあご紹介しますのが、G&L USA のこちら、はい、MJ5 という機種。MJ5。はい。これはもう、G&L ベースの中では最も実は新しい、機種になりますね。なるほど。はい。特徴が、M シリーズという、新しいそのラインナップがありまして、なるほど。18V バッテリーのオリジナルアクティブプリアンプが搭載されているんですが、まさにその、MJ とその、名前の通りなんですが M シリーズのプリアンプ、が搭載されています。コントロールが、マスターボリュームとピックアップアナウンサー、はい、トレベルミッドベースの、3バンドイクライザーになってますね。なるほど。こちらはアクティブオンリーのその、タイプになります。パッシブには切り替わらないタイプ、ね、そうですね、はい、これはもう全部ブーストカットなんですね。そうです、ブーストカットになってますね。センタークリック付きのブーストカットになってます。でピックアップがバイコイルピックアップといいましてシングルコイルなんですけれども、はい、ハムキャンセリング効果を持たせたピックアップですね。これも MJ ならではのピックアップになってますね。なるほど、はい、本機のマテリアルが、うん、まあ、シンプルに、スワンプアッシュとハードロックメイプル、うん、メイプルシバンの組み合わせです。なるほど、はい、じゃあとりあえずは全部フラットな状態でいきますか、はい。すごい語源ってロービーがやっぱりそうですね、肝ですね、肝なところなんですけども、すごいですね、語源がすごい締まってますね。そうですね、うん、やっぱり、まあ、G&L のベースはやっぱり語源ベースのクオリティはすごく高くて個人的にすごくそう感じてるんですけど、うん、開放弦だったりどのフレットポジションでもしっかりメリハリの効いたサウンドになってくれますね、うん、よく語源が別物になっちゃったりとか、うんうん、やっぱりかなり低い帯域なので、うん、こう鳴ってるんだけどちょっと芯のない飽和した感じになっちゃう感じがあるんですけど、そこがしっかりこうメリハリのあるサウンド、やっぱり しっかり鳴りの部分でそれが出せてますね、うんうん、はい、ちゃんと音程が聞こえてくるっていうのはすごいいいものだなって思います、ね、そうですね。ちょっとブーストしてみてもいいですか。そうですね、トレベルコントロール、ミドル、ベースコントロールで、まあ、センタークリックなのでブーストカットという形になるんですけれども、 18V バッテリーのタイプになるんですごくワイドレンジで、ローノイズなところですね。ヘッドルームがすごく大きく取れているので、うん、ブーストをこう過度にしてもしっかりニュアンスもこう出せるものになってます。でトレブルなんか結構その攻め込んでこう全開とかで使っていただいても、うん、そこまでこう痛い帯域は出ないのですごい使いやすいと思いますね。なるほど、試してみてください。じゃあ全開でやってみていいですか。はい。全然なんかトレブルブーストすると耳が痛くなっちゃって、ね、粗目立ちすることが多いんですけど、はい、これは全然ですね。あとお気づきかと思うんですけど、うん、ノイズがない。ノイズないですね。全然ないんですよ。これもポイントですね。普通マックスまでブーストしたらこうちょっとジーってなったりとかってありますけど、はい、今マックスにしてるんですけど、マックスにしてますね、全く出てないですね。そうなんですよ。すごい。これオリジナルの。そうです、オリジナルのプリアンプですね。G&L で開発したプリアンプになってます。ピックアップももちろん USA で生産しているオリジナルのものになります。なるほど、はい、じゃあよりちょっとアグレッシブに音を作り込んでいただいて。わかりました。はい。結構やっぱり大事なのってマックスまでブーストさせた時にどれぐらい効くのかなっていうのを気にされる方多いので、はい、そうですね、ミッドをブーストさせてみますか。はい。
じゃあローをブーストさせてみます、はい、なるほど、すごい効きがいいですね。そうですよね、あのカーブがすごくスムースなので、うこうここちょっといったらドーンって出ちゃう感じとかあるじゃないですか。ありますね、はい、それがないですよね。なるほど、すごいな。一気に上がるところ、持ち上がるところとかもなくて。そうですね、でも効きはすごく良くて、やりやすい。じゃあちょっとドンシャリなサウンドにしてみますか。スラップとかも交えて。スラップとかも、とにかく5弦の音程感がやっぱいいですよね、うん、いいですね、すごい。結構ビッグバンドとかでアンサンブルが入るときはやっぱり5弦が必要になってくるんですけども、ここまで音域が広くて、でしかもこの音程感がちゃんと取れる、そうですね、ロービーとかってすごい重宝されると思います。そうですよね、これは、はい、特にまあこのメーカーだと、その L2000、L2500、やっぱり L シリーズっていうのがフラグシップの、まあ、皆さんやっぱり概念として持たれてるイメージだと思うんですけれども、うん、こういうやっぱりシングルコイルのブーストカットができるものってやっぱり本当にどんなジャンルというか、うん、プレイヤー選ばずやっぱり使えるところもありますし、うん、まあ、従来のユーザーがこんなの待ってたよってこう、言っていただけるような機種なんじゃないかなと思いますね。かなりオールラウンダーな、はい、優秀選手というか、そうですよね。だ特にそのハムワッキングのサウンドは、うん、あの必要としない、うん、あの場合でしたら、でよりちょっとこうジャズベースライクなところで、うん、アクティブのサウンドも使いたいという方はすごくぴったりなあの機種だと思います。そうですね、はい、これはいいものなんじゃないでしょうか。かなりこの弦間もちょっと多分他の5弦ベースよりも狭めなピッチなんですかね。17ピッチですか。18ですね、うん、はい、なので、まあ、若干狭いぐらいなので、うん、大きく違和感はあのないと思います。親指こう入れた時もそこまで狭くなりすぎないですね、はい、結構4弦と5弦で持ち替えることが多いんですけど、はい、5弦のその弦間が大きすぎると、はい、持ち替えた時に戸惑ったりすることが結構あるんですけど、そうですね、これは18ピッチなのでそんなに気にならず、そうですよね、違和感はないと思います。はい、ただまあ左手の方は割とこう握り込みもしやすくっていう、うん、すごい握りやすいですね、はい